扱いされそう。まあね、そう。一人だけギター、ギター。でもギターだけでしょ。ギターとボーカル。で、名古屋から呼ばれてきましたって、私癒し系なんですとか言う。自分で癒し系って言うんだ。つかめるでしょうね。ただ暗い曲やから。どうしたん、今日なんかあれですね。なんか今日荒れてますね。攻めてますね、なんか。あんまり別に。めっちゃライト聞かしてもらってるわ。めっちゃライトやん。ボーカルうまいかな。だから全然いいと思う。結構ですね。やっぱり生の感とかいいですよね。おっと。大きい音。汗かかねえでしょ。調節させてください。強いな。あ、ちょっとかけたいわ。言ってよ、うん、あれ呼ぶラインより。どうしようか。まあ、うん、呼ぶ呼ぶやったらハブ呼ぶ。ちょっと、うん、どうやったっけな。だからまあ曲、まあちょっと新しく挑戦しようかなみたいなやつもあるんですけど、じゃあまああの痛風祭りということですね。痛風祭り。まあやっぱりあれでしょうね。イレブンスフロアが一番ボリューム合わせやすいんじゃないでしょうか。はい、わかりました。めっちゃそろそろめっちゃ静かな。大丈夫なんですか。大丈夫やばい。今しめりな。今しめり自ら傷つけてるんですか。もうそれができるのに弾けへんやん。マジせへんやん。そんなしたい。やばい、怖すぎる。激痛やからな、せんせん。風が吹いただけで痛い。腕にも出るんですか。初めてそう、腕とか。足のイメージがやっぱ違う。腕は怖い。笑ける。あもう。
10番スタジオ、ただいまのもお願いします。はい。
な、ハーブ用やってんの？ハーブ用やってんの？LINE とやってもらうねんな。うん、何がいいなら、うん、ちょっと申し訳ないねんけど、うん、もう一回そのエレブンスフロアの、うん、まあサビとかのぞみさんとたーちゃんのボーカルのそのちょっと適当にうまいことばらってやってもらって、うん、でもこれあんまかぶってるとこないやん。キャーリーミーホールのそこぐらい。そっか、うん、じゃあまあそれと難しいな。もう一回やってもらえる。まあ、そうや、もう一回やろうって、それの方が早いんじゃん。途中まで、もう帰ろう。途中までで多分、分からはると思うけど、他はな、あの、そっか B1 の演奏やる。ただでも B1 やと、多分、分からへんやろうとは思うけどな。
入るパターンもあれば、またちょっと違うパターンもあればっていうのがあったら面白いかなっていう
ふうにはちょっと考えてるんですよ。行ってみよう。多分コード進行もそんなにめちゃくちゃ難しくないんで、ちょっと待ってくれた方がとりあえず行こう。じゃあ行きます、はい。バッチリですね。やりましょう。あ、今
今のかっこいいな、一箱送れる。もう結構勝手に決めていく、うん、2回目の A メロあるやん、うんうんうん、そこでドラムブレイクしてもらおうかな、入り口ですか、2番の頭ミスターで、そうやな、そこをなしにしてもうて、なしというかまあ状態ぐらいで、でもう一回また入ってもらう感じで、一回もう一回やっていただいてよろしいですか。わかりました。じゃあ一番の終わりだけ、カミンダウンのサニーデイって、ここそのまままっすぐ行ってもらっていい、こうなんか切って、これ、ブレイクあるし、ああ、そう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 、1回目これ行ってもらって、ここやな、一見ストッパーワンダー、そうそうそう、止まるとこはできバッチリやったし、もうそこ一番のこのお尻だけ合わせもうほぼ完璧だと思う。おお、すげえ、かっけえ、素晴らしい、かっこいい、かっこいい、さすがのぞみちゃんはすごい。ちょっともし分かったら教えてほしいんですけど、うん、はい、1番のサビ終わった後の 2A までの感想って何小節ありますか、あ、ちょこれな、分からへんの、8拍くらいの何小節なのこれ、私らが歌い終わった後でいいんやったら言えるんじゃん、うん、8拍プラス9拍って何小節、あ、9拍なんや、なるほど、入ってたっけ、結構すぐ入ってなかった、うん、こんだけ、まあ、サーニーデイがもう被ってるから、そうやな、うん、サーニーデイ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、9、イエスタディ、あー、オッケーです、オッケーです、ありがとうございます、非常に参考になる8役プラス9役、そうやな、そんなんでも小説では言えない。そんなん何小説？いや、いいと思う。かっこいいと思う。すごい。知るというよりも、その、あんなら刻み減らしましょうかね、かも、うん、やってみますよ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと行ってみます、お願いします、お願いします、I wanna know, have you ever seen
好きなとこで、はい。
ょっとやってみます。はい。Took the finger from sing down the mountain down. Baby, I'm the night to know how you. When he's gone, there to see love to see. Cause I looked at eyes
ぱりみんなすごい。やっぱかっちゃんをフォローしようと思って必死でやってくれはるからよ。なんか意外と面白いもん。笑うのこの感じ。制約されて。なんか養成義務っすね。すげえ。あのちゃん覚えてた。いやちょっと怪しいな。いや全然なんか雰囲気で。わかるわかる。すごいすごい。もう一発オッケーよ。すごいな。うん、すごい。で、何やったっけな。おとなしいやつはシンプルビー。あ、シンプルビーマインドな。なんかジャズになってくるんじゃん。そうやな。最後の。
全然大丈夫です。こちらこそすいませんでした。ちょっと楽しなってた時間があんま考えてなかったです。ポケポケになんねんな。これは10時なんてかな。10時の8時、10時。10時。うん、あとは何でしょうかね。もう全部音なしの中で。ましたかね。うん、ならポペちょスイートソウルとかやるできへんことなさそうやな、意外と。でも知らんで。家帰ってから知らんで。知らないです。あかんわ、やっぱりスイートソウルあかんわ。食べさんね。6度にして。ちょっと大人しまのやつは寒い。あ、そう。ちょっと、スイートソウルとアールスクワットだけちょっと今回ちょっと休みして。あ、いいよ、全然いいよ。で、他ほんならちょっと。うん、今のもう一回分なら一周する、そんな感じでどうでしょうかね。フロアから一周する。まあ、OK。
だイデモンスフォロワーだ。イデモンスフォロワーやな、うん、で、ハブユーで、ビーワンでシンプル、うん、順番は順番をちょっと変えてみます。オッケー、じゃあよく見て、まあ、変えていいか、そのまま行こうか。あ、いいよ、よし。よっしゃ、いきます。はい、よいしょ。Thank you.
大丈夫ですか？大丈夫ですか？やばい、もうやばい、限界は来てる。ちょっと盛り上がってしまってます。こういうの家帰ったらやばい、毎朝仕事行かないのか。嬉しいね、あれ嬉しいね。わかるわかる、後が怖い。そらそらのか、うん、大丈夫か。いやだ、大丈夫だ。魂が出たい。ほんまや、もうないつもよりいいもん、なんか。いや、良かったっすね、ほんまに。ライブみたいやった。じゃあ、じゃあちょっとアコースティックバージョンでいきますね。Sunny day.
ですかって。なんかレスラーの人の感じが戦ってる時は痛ない。そうそうそう、痛くないんやと思う。レスラーっぽいしな。そう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 。じゃあ頑張るわな。もう頑張るわ。それは頑張らなあかんわ。 あと何やったっけ。シンプルとビーマインドな。え、ちょっとビーマインドやろうか。どっちシンプルさっきやんの。もうなんか俺もネタがというか。ちょっと次は数えないで。じゃあシンプルビーマインドもう一回いきます。
Sound
じゃあラスト何でしょうかね。何だっけ。ラスト何だっけ。お前が10分あるやん。お前10分あるね。おかわりみたいなもんすよね。いやーもう素晴らしい、もう全部大満足。うん、最高よいしょ。今度全部、うん、あとだから、うん、スイートソウルとかアルスコワットとか、うん、きついやつよ。きついやつ、きついやつ。いや、吹けて上がってへんって言う。上がらへんって。かわいそう、かわいそう。すいません。よう引いた、よう引いた。何やる。じゃあもうお母ちゃんが決めえよ。スイートソウルやって帰ろっか。めちゃめちゃして最後に。すげえやん、チャレンジャーやん。変な音やと思う。いや、いいよ、それは全然大丈夫。アルスクワット別に、いやいや、お仕事さん。じゃあ、はい、これですね。はい、以上です。はい、ちょっと、入ってな、どうだろうな。
大丈夫ですか。素晴らしい。お疲れ様でした。ありがとうございました。いいや。すごい。あ、楽しいな。そう、あと地獄が待ってな。これのツケが絶対これで。絶対やったわ。絶対やったわ。もう腕上がらへんわ明日。明日だけで済んだらいいけどな。いや毎日ギター弾いたらいいんだ。ほらもう痛い。すごいやんちゃな。細な間ずっとギター弾いたらええわ。なんかあの心配の仕方がおかしい。いや明暗や明暗。ミハすごいすごい。うん。ボイスさんソロかっこいいですね。スピードソロ。ありがとうございました。はあ。取れましたか。取れたと思う。綺麗にま。これ大変。みんながかっちゃんが痛風やからみんなが。なんていうのかな先生の気合の方が嬉しいねんけどもう次からあの抗原せんとこはなんでなんで面白いですよね痛風や言うてんのにっていうこと俺痛風やおかしいいや無事に終わってやんでブースさん痛風なったことあるんですかどうしたあ運動してるしかなじゃあちょっとこれだもんな羨ましいですけどねそうだってブースさんは酒飲むのに痛風なってやったことないんですか体質大きいですよねその一番大きい原因ってやっぱり中井君何なん僕の感じ言えばほんま体質体原因が結構大きいと思うんですけどね遺伝なんいやどんだけ飲んでもならへん人にならないですああどんだけタバコ吸うても100いる人まあそうそうおじいさんでも3つ吸ってる人やっぱり免疫やと思うんですけどヨーグルトやな痛風ねうんなんかヨーグルトがいいですか、うん牛乳となんかコーヒーがいいって書いてあるえそう、うん、あコーヒーはめっちゃいいらしいあじゃあほんで私の先生ブラックコーヒー飲んでんのかなと思って通風気にしていやこれ結果的に良かっただけであそうもともと好きは好きで、はい、中毒に拍車がかかったので、うん、そうコーヒーってコーヒー中毒そうなんですよ多分そうなんないよねえのぞみちゃんと私もですよ通風にスタジオもいいですよ私コーヒー中毒しすぎてありがとうございましたあの尿道結石になって病院